認知神経科学とは認識の生物学的メカニズムを科学的に研究する学術分野で心理プロセスとその行動面での現れ方の神経基盤に特に焦点を当てている。認知神経科学は心理、認知的機能が神経回路によってどのように生み出されるかという疑問に答えようとする学問でもある。認知神経科学は心理学と 神経科学の両方から生まれた分野で、認知心理学、心理生物学、神経生物学などの諸分野を統一する、またはそれらと重なり合う分野である。フムリーが誕生する以前は、認知神経科学は、認知心理生理学と呼ばれていた。認知神経科学は、実験心理学や神経生物学を背景に、持ちながら、精神医学、神経学、 物理学、言語学、数学からも広がっていく分野でもある。認知神経科学で用いられる手法として、精神物理学と認知心理学で用いられてきた、実験パラダイムや、脳機能イメージング、神経系の電気生理学的研究手法があるが、最近では認知ゲノミクスや行動ゲノミクスといった手法も増えてきている。精神病理学における認知障害を持った患者の、 臨床研究は認知神経科学の重要な側面を構成している。主要な理論的アプローチとしては、計算論的神経科学や、より古くからは、心理検査のような技術的認知心理学の理論のようなものがある。1895年のウェブスター現代 AA 時点に掲載された骨相学による脳の地図。ガルによれば、脳は、色、音、言語。 名誉、友情、芸術、哲学、盗み、殺人、謙虚高慢、社交などといった精神活動に対応した27個の機関の集まりであるとされた。認知神経科学の源流として骨相学がある。骨相学は精神的機質が頭蓋骨の形状によって決定されるとした疑似科学的理論である。19世紀初頭。 フランツ・ヨーゼフ・ガルとヨハン・ガスパー・シュプルツハイムは、人の脳を27個の、器官の集まりであると考えた。彼らの著書である、神経系、特に脳の解剖学と生理学において、ガルは、脳のより流気した部位はその人がより頻繁に使用する、部位であると主張した。この理論は欧米で、大いに流行し、骨相学士の発光と人の頭部の流気を計測する、 骨葬計測計なるものまで生まれた。フランスの実験心理学者であったピエール・フローレンスは骨葬学に挑んだ多くの科学者の一人である。彼は、ウサギとハトの研究を通して脳のある特定の領域の切除を行っても行動において認識可能な変化を起こさないことを示した。彼は脳が領域の統合物である。 つまりある一つの行動に対して異なる複数の脳の領域が関わるとする理論を提唱し脳機能極在論を否定した。ジョン・ヒューリングス・ジャクソンなどの科学者によるヨーロッパでの研究は行動の主要な観点としての極在論を再び出現させた。ジャクソンは脳損傷、特に転換の患者の研究を行った。彼は転換患者がその発作の際にほぼいつも 同様のマダイ性と緊張性の筋収縮を起こすことから転換の発作は毎回同じ場所で発生していると考えた。ジャクソンは後の大脳用の考え方に決定的となる脳のマップを作成した。ブローカヤとウェルニッケヤのおおよその位置が茶色で示されている1861年、フランスの神経科学者のポール・ブローカは偶然、 言葉を理解することはできるが話すことができない男性に出会った。その男性は、単としか話すことができなかった。後に彼は、左前頭葉にあるブローカヤと呼ばれる領域に損傷を受けていることが分かった。ドイツの神経科学者であるカールウェルニッケは似たような患者で、流暢に話すことはできるが、会話が意味をなしていない患者に出会った。この患者は、 脳梗塞を起こしていて、音声言語や文字言語を理解することができなかった。彼は、左頭頂葉と側頭葉の境界付近、今で言うウェルニッケアに損傷を受けていた。これらのケースは、極細論の強い証拠となるものであった。なぜならどちらの場合も、脳の特定の領域の損傷が特定の機能の変化を起こしていたからである。1870年。 ドイツの内海のエドワルド・ヒッツヒとグスタフ・フリッシュは、動物の行動に関する彼らの発見について、論文を発表した。ヒッツヒとフリッシュは、犬の大脳皮質を電気的に刺激することで、その刺激する場所に、特有の行動を犬に引き起こさせた。異なる領域の刺激が異なる行動を引き起こした、ことから、彼らは行動はその細胞レベルで、制御されているとした。 ドイツの神経科学者のコレビニアン・ブロードマンはフランズ・ニッスルによって開発された脳の異なる種類の細胞を染色する組織染色法に注目した。彼はこの染色法を用いて1909年に人の脳を52の異なる領域に分ける現在ブロードマンの脳地図と呼ばれている区分を作った。彼の作成した区分は 四角屋における十七屋と十八屋の区分など多くの脳領域について非常に正確なものであった。二十世紀初頭、サンティアゴラモンイカハールとカミール・ロゴルジはニューロンの研究に着手した。ゴルジは銀染色法によって特定の領域の特定の細胞全体を染色することを可能にした。それにより彼は ニューロンはそれぞれに結合して、一つの細胞質を作っているとする、盲状説を提唱した。カハールはこの説に対し、ミエリンの少ない脳の領域を染色することにより、ニューロンは互いに分離した細胞であるとする、ニューロン説を主張した。後の時代の電子顕微鏡を用いた、実験研究によって、個々のニューロンの細胞膜は互いに独立していることが、 確かめられ、ニューロン説が実証されるに至り、神経科学における基本的な概念となった。ゴルジとカハールは共に、ニューロン説に関わる彼らの仕事によって、1906年に、ノーベル生理学、医学賞を受賞している。1956年の9月11日、認知科学者の大きな会合が、マサチューセッツ工科大学で行われた。ジョージ・ミラーは、 彼自身の説であるマジックナンバー7プラスマイナス2説に関する論文を発表し、ノーム・チョムスキーとアレン・ニューウェル、ハーバート・サイモンが自身の計算機科学での発見を発表した。ウルリック・ナイサーはこれらの発見の多くについて、1967年の自身の著書である認知心理学においてコメントを残している。 心理学は1950年代から1960年代にかけて衰えつつあり、変わって認知科学と呼ばれる新たな領域が出現していた。ミラーなどの行動主義者は一般的な行動から言語表現にその主分野を移し始めた。また、デビッド・マーによる記憶の階層的表現は多くの心理学者に知的能力の多くはアルゴリズムを 含む脳の多くの処理を必要とするという考えを抱かせるものであった。ありがとうございます。